はい、ガチンコバッチョクラブをご覧の皆様、先日はですね、ミスター M さんと私のズームライブの方にお越しくださいましてありがとうございます。いや、M さんもね、私もそうなんですけども、むちゃくちゃ楽しくやらせていただきました。気がついたらね、30分の予定があっという間に1時間でしたね。ということで、今でもあのライブ放送を見直してみると、なかなか面白かったなと思うんですよね。で、今後はですね、筋肉を鍛えていきたいとか、ダイエットをしてみたいとか、そしてですね、健康に興味がある方、こういった方がいらっしゃいましたら、ミスター M さんのね、コミュニティがありますんで、そちらの方にご参加いただいて、もちろんこれ無料で参加していただけますんで、そちらの方でミスター M さんとの対話を繰り返しながら、例えば今回はね、エビオス錠ってものがね、紹介されてましたけども、まあ胃腸とかビタミンとかサプリメントとか、こういったものにすごく長けてる方でいらっしゃいますんで、まあいろいろと情報交換していただいてですね、今回紹介していただいたのも、まあ普通に Amazon で買えるような朝日の胃腸薬でございますんでね、どういった時にどんな形で健康を修復していくかっていうのもね、かなりミスター M さん的確なアドバイスができると思いますんで、まあ鵜呑みにすることはないんですよ。自分の考えも混ぜながらでもいいと思いますけども、まあ、ミスター M さんがね、健康状態についてはかなり詳しいと思いますから、まあ一度はね、信頼してそのまんま、例えばエビオス錠でも何でもいいんですけどね、サプリメントとかを試してみられたらいいんじゃないかなと思います。あとはね、一人一人合う合わないっていうのもありますし、完全にこれがいいですよってものはなかなかないんですけどもね、それでもやっぱり自分で闇雲に探すよりかは的確なね、アドバイスがいただけるんじゃないかなと思います。ということで、ね、今回はマッチョになるために Q&A、胃腸薬は飲んでいますかという質問の動画を拝見しまして、私の回答をお送りしました。それですね、今後もミスター M さんとの対談第2弾あると思いますので、お楽しみに。それでは。